あけび取り楽しい、中が歯みたいで楽しい、猫楽しい、肉球とかシャトルとかラケットとか楽しい、バドミントンも楽しいし、バドミントンも楽しい。お兄ちゃんと対戦してスマッシュしてギリギリレシーブして、負けても次は負けない工夫をするのが楽しい。膝でレシーブすると膝痛いけど、会場が盛り上がってなんか楽しい。自分より背が大きくて強い相手と戦うと、新しいショットに出会えて、新しい自分に出会えて、めっちゃ楽しい。楽しんでると成長できる。アケビもそう言ってるし、猫もそう言ってる。楽しい気持ちが連れて行ってくれる。リオへ、地元へ、知らない世界へ、行けるはずのないところまで。